どうも陽次郎です。はい、先週、4月、24日に、オンライン握手会あったわけですけども、ちょっと、他の動画でも言ったんですけど、昨日かな、昨日の動画にちょこっと触れましたけども、またねそこでナッチのところ行ったんですけども、僕やらかしました、やっちゃいました、とあることを。その日ですね、まあ、24日で結構遅い時間だったんです。いつもはなんか2時とか3時の時間だったんですけども、この日はなんとですね、第6部ということで、ね、18時から19時というね、結構、遅い時間だったんですよね、初めて。うん、で、この日、あ、結構遅いなと思って、で、その日がちょうど、FC 東京と千葉ロッテ、まあ、DeNA も含めて結構、まあ、デーゲームだったんで、あ、それ見てから行けるからちょうどいいわと思ったんですけど、まあ、まあ、サッカーの方は負けて、まあ、しゃあないわと思ってて、で、ロッテの方ですね、ロッテの試合をずっと2時ぐらいから見てて、で、その日がですね、まあ、ソフトバンク戦だったんですけど、まあまあ長くて、もう4時間超だったんですよね。もう終わったのが、6時過ぎとか、6時半とかだったかな、確か。うん、4時間超えの大熱戦で、で、やばいと、もうずっと、ロッテ戦に集中してて、まあその時が、やっとなんか今シーズン初めてソフトバンクに勝てるんじゃないかっていう試合で、もう最終回で増田さん上がってきてね、もうこれはもう、で、そこまで増田さん結構、バンク戦でね、セーブミスしてたんで、でね、うわー、増田さんな、頑張れと思って見てたら、なんかふと思い出したんですよ、握手会のことを。やばいと思って、あーっと思って、もう17時55分ぐらいからもう、受け付けが始まってて、気づいたのが18時20分ぐらい。で、結構ね、まあそんな焦らなくてもよかったんですよ。なんか焦っちゃったんですよね。で、なんか、やっぱりね、握手会は順番がありますから、まあ結構ね、レイニャンとかサリーの時も、なんかね、遅く入ったらもうなんか20分後とか30分後みたいな感じだったんで、いや、これはちょっと19時まで間に合わないかもしれないと思って、まあ試合には集中しつつ、まあとりあえず、入っとこうと思って握手会の方入ったんですけども、入った瞬間にですね、残り1分でお辻ですみたいな感じで、うわーと思って、マジかと思って、もう試合あるし次だし、ああ、どうしようパニックみたいな感じになって、で、とりあえずなんか試合中のに始まっちゃって、あー、陽次郎さんってなって、で、まあその時もね、陽次郎アットマーク、武田愛菜激推しで行ったんですけども、で、その時、うわ、激推しなんて嬉しいなーって言ってくれたんですけども、で、もうこっちはもう試合でもう2アウトでランナー2、3塁みたいな感じだったんで、うわ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 、で、なんか喋れなくなっちゃって、そしたらナッチが、その時2枚出しだったんですけども、何喋ってよ、はははみたいな感じで、あ、うん、それでね、あ、うん、そうだね、あ、うん、今ロッテが、あーあーってやってたら終わっちゃって、やらかしました、完全に。本当になんか、チケット2枚分を無駄にしてしまった感じでね、まあね、試合もその後勝ちましたよ。増田選手が抑えてくれて、抑えて、まあ、ソフトバンク戦今シーズン初勝利で、で、昨日もね、勝って2連勝ということで勝ち越したわけですけども、まあ、試合終わってからゆっくりやればよかったなと思いましたし、まあ、同時に、なんでしょうね、まあ、その時ちょうど4人だったのかな、ナッチの後、ね、その回が、ナッチと、レッタンと、ウタちゃんと、倉岡先生だったと思うんですけども、まあ他の方々がどれぐらい待ったかっていうのはわからないですけども、でもやっぱりそうですね、なんかね、メンバー格差というか人気格差がやっぱりね、あるのかなとちょっとね、思っちゃいましたね。やっぱり厳しいですよね。なんか、そうよ、結局ね、待つと思ってたから、とりあえず書いとこうっていう気持ちだったのに、もうお釣りですみたいな感じで、あーと思って、やっぱりちょっと悔しかったですね。なんか自分が悔しいなんてなんでだと思うんですけども、やっぱりちょっとね、人気の差があるのかなと思いましたね。まあそうよね。でもね、なんかそれがね、まあまあ、うまく喋れなかった悔しいなと思ったんですけども、やっぱり、ね、なんか、もし、舞台やります、何か出演しますってなった時に、他のメンバーももちろん、
まあね、好きなんですけども、一番心が、ハートが燃えるのはやっぱり武田愛菜さんマッチなんですよね。まあ、例えば舞台出演しますってなったら、もうそのチケットリリース日、リリースされた瞬間にもう応募というかね、買いますから、それぐらいねハートが動くのは本当にナッチだけですね。そうね、だからですよ、僕の名前洋次郎チャンネルの横に、前まではそこ、ね、あのローマ字だったんですけども、武田愛菜激推しにしました。はい、ですね、まあそうよ、なんか、まあ、看板じゃないですけど、そうちょっとアピールしていこうかなと思いました。はい、まあね、それと同時にね、あんまり変なことはね動画で言えないなと思ってね、ちょっとそれもね、あ、今結構責任を背負うなと思うんですけども、うん、まあね、今後とも何でしょう、あのね、もう本当にね、ナッチのこと大好きですし、本当に激推しなんでね、もう本当に今後とも頑張ってほしいですし、昨日の動画でもちょっと触れましたけども、やっぱりもともとね、やっぱり多いな、ごめんなさい、舞台に出演してほしいなっていう気持ちがあります。はい、もともとね、セイヤンの舞台に出演予定だったのが、まあ、コロナウイルスの関係でね、メンバーが切られてしまって、その中にナッチもいたんですけども、やっぱりリベンジって意味でもね、また舞台にね、出演してほしいなと思います。はい、まあ、今後ともね、まあ、武田愛菜激推しとしてね、応援し続けるんで頑張ってください。